ーと、今日はあの人は一緒じゃないのね。ストレアさんのことです。別にそういうわけじゃなくて、ただ単に今あの人のことが話題になってたから。そうなんです、ストレアさんって最初のイメージと違って面白い人だなって。みんなで料理作った時もすっごく面白かったしね。少なくとも悪い人じゃないみたいね。突然変なことを言い出す時もあるけど、不思議な魅力があるっていうか。キリト君の悪い癖。いつも放っておけないみたいなこと言って、いろんな人に関わっちゃうの。それがキリト君のいいところでもあるんだけどね。私がキリトさんと知り合ったのもまさにそんな感じでした。そのキリトさんに出会えて本当に良かったです。うん、私もホローエリアでキリトに出会っていなかったら今ここにいなかっただろうし。そうです、パパがいてくれたからこそこうしてみんなでおしゃべりできているんです。だからパパはパパらしくそのままでいてください。まあストレア含めキリトの知り合いに悪い人はいないし、なかなか見る目があるじゃない。うんうん、いい人たちばっかりだよ。なぜか女性が多いけどね。それは確かに。本当かな？キリト君その辺の自覚なさそうだし。
何？わかったわ。よろしく。こんにちは。
行け。了解です。スキルチャンス。ソードスキルを。了解。
こんにちは。了解よ。スキルチャンス。ソードスキルね。了解。了解よ。これでおしまいだ。はぁ。キリト、行こうよ。了解よ。スキルチャンスだ。ソードスキル、了解。これでおしまいよ。はぁ、ありがとう。こんにちは。
顔出し。了解。はあ、了解よ。ありがとう。